プレスパコはバルカン半島のギリシャ、アルバニア、マケドニアの三国にまたがる二つの淡水湖の総称。総面積のうち190平方キロがマケドニア領84.8平方キロがギリシャ領38.8平方キロがアルバニア領となっている。海抜は853メートルで、地殻変動で生じた湖としてはバルカン半島で最高である。このうち、 大プレスパコは三国で、小プレスパコはギリシャとアルバニアで分け合っている。10世紀、ブルガリア皇帝サムイルは、小プレスパコのギリシャ側にあるアイオス・アキリオス島に、トリデと聖アキリウス教会を建てた。大プレスパコのマケドニア側には、ゴレムグラット島、アルバニア側には、マルグラット島があり、後者には14世紀に聖ペトルの修道院が建てられたが現在では、 双方とも無人島となっている。大プレスパコの西 10km にあるオフリドコとは、標高差が 150m もあるため、大プレスパコから流れ出た水ははじめカルスト大地の地中を通り、湧水となってオフリドコに注ぐ。両、プレスパコのギリシャ側は、長年、軍事機密エリアに指定されていたため人口が、規迫であった。ギリシャ独立戦争では、激戦が交わされ、 大半の住民は生活の困窮と政治権力から最終的に移住を余儀なくされた。1970年代まで発展も滞っていたが、近年は観光業を推し進めている。その豊かな生態系から2000年には国境を越えた自然公園が設けられ、各国でも計4つの国立公園ができた。沿岸で最大の町はマケドニアのレセンである。ありがとうございます。